史上初の3度の三冠王に輝き、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満。今回はそんな落合の面白いエピソードを50個紹介します。中学の定期試験や高校入試の時、英語の回答用紙を白紙で提出したという落合。監督時代もここは日本だから日本語を話せと言って外国人選手に日本語を話すことを求めていたという。しかし落合が1時間走っとけと外国人選手に指示すればイエスサーと素直に従っていたそう。そんな落合は自身の YouTube で無人島に一つだけ持っていくならというお題で謎にテレビと回答。中日の監督に就任した1年目のキャンプ、なんと13カ所でバッティング練習を行い、朝から晩までまるで仮設バッティングセンターのような感じで稼働させた。その結果マシンの方がついていけず壊れてしまう。そんな落合の息子福士さんの影響でガンダム2でもある落合、ただ息子のために何十時間かけて初めて作ったプラモデルが当時3歳の息子によって一瞬で破壊されるという始末。今からもう一回作るには 1,2 年かかるよ、ええ器用じゃないしと話した。地元の工業高校に入学後すぐに4番ピッチャーに抜擢された落合、ただ上級生からの暴力が日常的に行われており、高校時代の思い出はない、高校野球は忘れたい、ぶん殴られた記憶しかないもん、野球部は7回辞めて8回戻ったと振り返っている。次第に高校も不登校になり、代わりに高校の授業料を溶かしながら映画館に通い始める。行ってきますと学校に行くふりをして昼間から学生服姿で映画を見ていたため、周りからは不審死されてしまい、学校から連絡が来たところ親が一升瓶を持って謝りに行っていたそう。東洋大学に進学したものの怪我ですぐに中退し、地元秋田に戻った落合、ボーリング場の支配人だった兄の影響でそこからボーリングにのめり込んだそう。それまでボーリングはしたことがなかったが、マイボールやマイシューズを買うほどのめり込み、アベレージスコア286というプロ並みの腕前を誇っている。そのままプロボーラーのテストの受験も考えたそうだが、兄の車を初心者マークをつけずに運転してしまい、その罰金でプロテストの受験料が消えてしまったためテストを受けられなかった。そんな落合だが、地元でプレーしていた草野球がきっかけで再び野球への意欲が増してくると、社会人野球チームのセレクションを受験。打撃練習ではショートフライだと思った打球がそのままスタンドに入ったという逸話が残っている。そして1979年、25歳の時にドラフト3位でロッテオリオンズに入団した落合。しかし1年目は人間関係に苦労したそうで、トレーナー室に入る時失礼しますと言うと、お前うるせえなって言われた、反対に黙って入っていくと、お前挨拶ねえのかって言われたと回想。仕方なく入り口付近に置いてある薬を使って自分で体のケアをしていたという。プロに入るまでバッティングを教えてもらったことがなかったという落合。当時の監督の打撃指導について、全部わかんなかった、ちんぷんかんぷんと話す落合は、監督にぶん殴られる覚悟で、すみません、言っていることが理解できないのでもう放っておいてくださいと平然と言ってのけたそう。9歳年上の妻信子さんへのプロポーズの言葉は、俺の骨を拾ってだったという落合。しかし妻は、結婚したら私が持っているものが全て半分こになるわけじゃん、私の持っているもの目当てかなって思っちゃってと、なかなか OK してくれず、結局信子さんに対し何回もプロポーズすることになったという。落合と出会った時の信子さんはスナックのママをしており、1軍と2軍の間でさまよっていた落合に対し、あんた打ちたいならまず歯並びを直しなさいとポンと矯正の治療代を渡したという。歯を直した落合はその土地初めて首位打者のタイトルを獲得した。9歳年下の落合を信子さんは当初弟として見ており、別の方と交際していたそう。そんな状況にもかかわらず、落合は管理人に部屋の鍵を借りて勝手に信子さんの家に侵入。信子さんが彼氏とのデートから帰宅すると、落合は電気釜で米を炊き、生姜焼きを作り、いびきをかいて寝ていたという破天荒ぶり。そんな妻との間に授かったマナ息子の福士さん、2004年中日がリーグ優勝した際、信子さんが当時17歳だった福士さんをビールかけに誘って家族全員で参加してしまう。当時福士さんは国士舘高校の野球部員だったこともあり、後日高野連から親子ともども厳重注意されたという。かつての中日エース川上憲伸は、優勝時のビールかけで落合の息子福士さんと初めて会った時、初めは落合さんの息子とは全く分からず、どっかの偉いさんっていうか球団関係者の社長だと思ったと告白している。そんな福士さんだが、落合が33歳、妻は42歳の時に生まれた子だったため、うちの親は普通より年寄りだから絶対に殴っちゃいけないと決め、反抗期には代わりに壁を殴っていたそう。そんな息子に対して落合は性教育もしっかりしていたそうで、お前もうやったのか、まだならすぐに病院に行って検査しろ、お前は性に対する考えが甘すぎると事細かに指導していたそう。そんな福士さんのファーストキスは5歳で、幼稚園の園舎の裏で強引に唇を奪われたという。ある時通っていたフグ料理店で横に座るお客さんが音楽関係者だったことから、現役時代になんと歌手デビューもした落合。当時のゴールデンタイムのテレビ番組には全て出演したそうで、制作発表の時はあのビートルズ以来の長蛇の列ができたという人気っぷり。ロッテ時代のオープン戦、監督からお客さんのために試合に出ろと言われた落合は、バット振りませんよと俺流調整を貫き、その日は一度もバットを振らなかった。試合後、お客さんには悪いけどシーズン入ったらお返しするから勘弁してもらいましょうとコメント。
星野仙一監督が率いていた中日に所属していた頃、球団が課したベスト体重から1キロ離れるごとに罰金10万円というルールに対し、落合は俺は体重計には乗らない、4月の開幕までに何とかすればいいと言って、ここでも真っ向から反論。しかしその発言が星野監督への批判と報道され、球団から2000万円の罰金と2ヶ月の出場停止と言われたそう。すると落合はすぐさま、そんなんだったら今から対談会見やるから最後に席だけ用意してくれと、ここでも俺流で対抗。さすがの球団も、いやそれはちょっと待ってくれとなり和解したそう。ある時落合は天井のネットに乗ったボールを俺が落とすよと言い、マシンから出てくるボールを打って見事天井のボールを打ち落としたことがあるそう。当時の関係者はまるで魔法のようなバットコントロールで曲芸かマジックを見ているようだったと、その衝撃ぶりに驚いた模様。苦手だった投手として西武東尾治を挙げた落合、右打者の内角へのシュートが武器だった東尾について、嫌いだもん頭ぶつけられているからと素直に語った。そんな落合は一番打席に立ちたくないピッチャーとしては素直にアスレチックス藤浪晋太郎を挙げている。ある時のオールスターの試合後、落合とお風呂場で一緒になった古田敦也は湯船で落合にバッティングについて10分以上教えてもらったそう。しかし古田は落合さんのあそこが気になってしょうがなかったとコメントしている。45歳で現役を引退し、家族3人で総額1000万のドバイ旅行に行った時、宿泊した現地ホテルはこれまで日本人が泊まったことがなく、落合一家が初めてだったそう。それくらい豪華な旅行だったが、一番の思い出は福士さんと一緒に乗ったラクダがこけたことを挙げている。自身の孫とオセロ対決した際、監督は何年やったの、野球は楽しかった、焼きそばって昔からあったのなど質問攻めでペースを乱してくる孫に対し、動揺することなく最終的に49対15で圧勝してしまう。プロ入り後トヨタクラウンを購入すると、大怪我をしないためにと内装に補強材を埋め込んだ結果、車両重量が倍の3トン近くに、車内はかなり狭くなり燃費もかなり悪くなったという、同僚からは装甲車と呼ばれた。中日の本拠地名物といえばドアラのバク転タイム。落合は俺は気にしてなかったけど、体操をやってた選手に聞いたら、あの頭でバク転できるのはすごいとは言ってた、俺もあのぬいぐるみを着てバク転できるのはすごいと思うと、子供たちの夢を壊す発言を堂々としてしまった。1993年11月、自主トレで訪れた和歌山県に落合博満野球記念館を開館。ただ入場料が2000円と高く、地元のタクシー運転手曰く入らずに帰る人が多いそう。ちなみに松井の記念館が400円、ダルビッシュが500円で入館できる。この記念館を建てた理由は税金対策、福士さんを雄大な海の見える場所で加山雄三のように育てるため、自身に対する世間の評価改善、置き場のなかった記念品の倉庫としてだと話している。そんな落合が太鼓判を押していたのが清原和博。落合は清原について、脅威を覚えた後輩はいないけど、あいつはプロに来てもすぐ通用すると思った、もう少し練習すればもっといい選手になったのに、もったいないよなと類稀な才能を絶賛している。一方で清原は、落合さんが巨人にいた時、元木はよく雑誌を買いに行かされとったんやけど、一銭も渡してもらえないから、いつも元木の自腹だったそうやで、球界最高年俸やったくせに、と暴露。打撃指導では、広島の前田智則を参考にしろ、ということが多く、自身の真似については、真似るとスランプに陥る可能性があるので絶対にやめろ、としている。森友哉が西武時代にスカパードラマティックサヨナラ賞を受賞した際、落合はソフトバンク戦でグラシアルにサヨナラ満塁ホームランを浴びた試合を振り返り、なんであそこで高めの釣り玉行ったの、行くなら内角でしょと表彰式の壇上でダメ出しした。プロ野球史上初の1億円プレーヤーとなった落合だが、俺の時の税率は 86% ぐらいだったから、国のために仕事してたんだと語っている。またお金回りを管理していた信子さんも、100万円もらうと20万円が使えて、残りの80万円は税金のために貯金と話している。NPB 初の年俸1億超えの裏には、当時すでにテレビ業界で億超えを果たしていたビートたけしの、日本で一番メジャーな競技のトップなのにまだ7000万円とか8000万円しかもらってないのという後押しがあったそう。また野球が大好きなビートたけしは、落合に打撃指導してもらったものの、しばらく見てくれたけど教えることは何もないって言われて呆れちゃったよと語った。落合ドラゴンズを支えた外国人助っ人といえばタイロン・ウッズ。ウッズがピッチャーに右フックをかまし10試合の出場停止となった事件について、落合は決して暴力を容認したわけではないが、あの時代はあれも野球、あいつも溜まってたんじゃないかなと語っている。ウッズの代わりに落合が獲得したのがトニ・ブランコ。1年目からホームラン王を獲得し大活躍したものの、 3-2 になったらお前にはまっすぐは来ないんだからなといくら指導してもフルカウントから三振して帰ってくるブランコには呆れていた模様。ウッズとブランコについては、両方好きだけど力はウッズの方が上だったと語った落合。また外国人助っ人を本気にさせる方法については、勝つために野球をやらすこと、そして金銭的に正当な評価をすることと付け加えた。そんなブランコのパワフルな打撃に魅了された落合は、あの打撃をファンに見せないのはもったいないと、1日300人限定でそれまではなかった練習見学日を新たに設けた。
一芸に秀でた選手になれという名言を残した落合に重宝された選手といえば守備のスペシャリスト秀則。当時について秀則は僕だけは守備固めで使うと決められてたそうで、いいように当て馬として利用されたと笑いながら振り返った。落合ドラゴンズの象徴といえば鉄壁の洗い場コンビ、嫌というほどバットを振ったねという落合に対し、当時の二人はジャンパーを着ながらノックを打っていた落合を見て、あのジャンパーを脱がしてやろうというくらいに意欲的にノックを受けていたそう。中日時代の教え子藤井篤は現役時代も体脂肪率 5% の肉体美を誇っていたが、落合は体力がないことを見抜き、体力強化という名目で沸騰して3時間打撃練習をさせたそう。そして翌日のメニューにも藤井だけマシン打撃3時間と書かれてあったといい、藤井は絶句したらしい。現役時代は俺流を貫いた落合はキャンプではマシンと真正面から対面して行う正面打ちを行っていた。ホームベース上に立ってボールを待つため、空振りすればボールが直撃するリスクがあるが癖を直すためには必要だったと淡々と語っている。ヤクルトにいた頃のラミレスに対して、ペタジーニがホームランばかり狙っているのにどうしてお前はホームラン狙わないんだとペタジーニの夫人であるオルガさんと一緒にアドバイスしたことがあるそう。それからラミレスは覚醒する。ある時平田良介に天井に何かあるのかと聞いた落合、平田はいえ何もないですと答えると、じゃあなんで見ているんだと全問答が始まり、お前ね天井を見ているから打てないんだよと落合独特の表現で打撃指導をしたことがあるという。その年から平田は落合ドラゴンズに欠かせない存在となっていく。32年間中日を支えた山本昌については、年齢はグラウンドに立てば関係ない、一つでも多くのアウトを取れるやつを俺は使う、力のあるやつがこのグラウンドに立つことができるんだ、マサ50歳までやってみたらどうだ、誰もやったことがないんだから挑戦してみろと激励したそう。監督時代ベンチではとにかく表情を変えなかった落合、監督退任後本人はイニングごとに必ず裏に行って一人で、あのバカ野郎あんなところであの球打ち上がってとかボソボソ文句を言っていたとカミングアウト。必ずベンチ裏に行っていたわけは、選手はベンチを見てる、怒ってる姿を見せたらあいつら体動かなくなるからと話した。というわけで今回は落合の面白いエピソードを50個紹介しましたが、この動画では山川穂高のやらかしエピソードも紹介しているのでぜひ見てください。そして最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。